ごめんなさい、報道高校に。せっかく波動を受けたいという。すいません。どうぞどうぞ。撮ってますよ。めっちゃ。行きます。写真ちゃうから。ああ、そうそうそう。動画です。写真は全く撮れないから。結構結構かかりましたね。結構待ってたみたいで。初夏の後藤みのるさんです。みのるさん。後藤みのるさん。はい。初夏の。始めました。よう言うてや。こちらのお店ではハンバーガーや、よろしくお願いします。ハンバーガーやハンバーガーセットなど、さまざまな商品が売られています。皆さんこんにちは。衆議院議員の藤井久之でございます。本日は本当に素晴らしい天気の下で、ハチドリ祭りが3年ぶりに開催されますかと心からお喜び申し上げます。ひまわりクラブさんの代行もありがとうございます。この後も素晴らしいイベントがどんどん進んでまいりますけれども、いろんなものを買っていただいて、いろんなものを現金していただいて、この心が一つ一つの一しずくが皆さんの善意が世界に伝わりますよう心から祈念申し上げます。本当におめでとうございます。ありがとうございます。最近取りに来られているところに顔を出せずに、いつもほぼいつもあるんです。ほぼあれですよ、取りに来られてるやつ全部あれ人なんですけど、本当に。お待たせいたしました。続いてのプラグナムは、坂周一さんとジョギリンゴの国体によるミュージックライブです。大変長らくお待たせをいたしました。いや、お待たせしすぎたのかもしれません。しばしの休憩時間の後お届けいたします。天才音楽家坂周一と、そしてヤギリンゴでございます。どうぞお届けいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは1曲目いきたいと思います。アイゴファイヤーダンス。俺の種火は今でも燃えているんだ。今夜も一緒に踊ろうぜ。太鼓のリズムが速くなる。私の鼓動も速くなる。熱い心に熱い心に火をつける。最後はっはっはっ。メラメラ愛の炎が二人の行方試す。幾位だ狂って夜のファイヤーダンス。
ち愛の日の用事明日も踊ろう愛のファイヤーダンス幸せなこちらもハローを受けてください。俺の闇を切り裂いて誰も答えない。おっとおっさんかいやせんどぶれ愛さに立ちもないことしとってか悪いことし倒せんとヘラヘラあるから飲んでけや外行外行外行してこないや昼まで飲むんだ前にどえっちょないあーずっとないずっとないずっとないってほんまがいや大きくなりやな大枠はジャポンジャポンすきゃーかさいの今日も朝から晩秋スプラットなんなんやうわえまだもう彼女おらんのこのゲットボールでわけはそれではお願いします。あ、皆さんこんにちは。あの後藤実です。あの書道をやっております。で今日はあのすぐそこでブース出展もさせてもらってるんですけども、これから書道パフォーマンスをさせていただきます。あの本当にあのご多分なご紹介ありがとうございます。聞いているかな、ね、まあそんな感じで、あの、まあ、ちょっとこれから書道パフォーマンスさせていただくんですけども、どんなパフォーマンスすんねんっていう感じで 思ってくださってる方も、ただ座っていただいてる方もテーマとしていただきます。まあ、この後ちょっと伺いたいなと思うんですけども、それをいただいて、で大きくドーンと書いて、それにまつわる文章をロロ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 というふうに書かせてもらうっていうパフォーマンスを今からさせていただきます。はい、ちょっとコロナ禍でなかなかねこのパフォーマンスをする機会もなかったんですけども、あのぜひとも皆さんなんか変わったことやってるなと思って見ていただけたらいいかなと思っております。よろしくお願いします。はい、パフォーマンス言えてないね。あのパフォーマンスに関してはあの撮影の方はどんどんしていただけるようにお願いします。はい、あのなんなら写真じゃなくて動画にしてもらって来てもらえたらいいかなってなんて思っております。で、あの書いてる最中なんですけども、あのフラッシュだけちょっと出ないようにお願いいたします。フラッシュってビクッとなってしまってそこでパフォーマンスが中断してしまうという可能性もありますので、11月3日3年ぶりの初撮り祭りで書かせてもらうテーマこの感じで書いてほしいわっていう方いらっしゃいましたら挙手していただけるとありがたいんですけども、どなたかいらっしゃいませんでしょうか。ここで手が上がらなかったらパフォーマンスが始められません。よろしくお願いします。あ、はいはい、ありがとうございます。気持ちがもうウキウキね、祭り祭りね。あの他どなたかいらっしゃいませんでしょうか。あ、はい、ありがとうございます。つながる、やっぱりね、それを待ってたんです。つながる、ありがとうございます。つながるね、はい。で、あの、ありがとうございます。なんかしょうもないことさせてもらいましたけども、あの今漢字3ついただきました。絆、祭り、つながる、この3ついただきましたので、ぜひこの3つの字を覚える方、拍手お願いします。意外とでしたね。祭りが一番大きかったですね。
じゃあ、今から祭りをテーマにパフォーマンスをさせていただきます。で、今日パフォーマンスさせてもらうのに、この後ライブもしていただける藤本明夫さんに演奏をしていただきまして、その、はい、演奏をもとにさせてもらうんですけど、何か一言あれば。はい、藤本明夫と申します。今日は歌う歌は残念ながら皆さん知らない私の作った曲ですけども、魂を込めて歌いますんで、はい、はい、お願いいたします。文字の方、はい、じゃあ僕も頑張ります。ちょっとね、こういったコロナ禍でよろしくお願いします。ピアマ夢を追いかける男であれ、全てを捨ててもやりたいことがあると、お前は俺に強く語った。周りの奴らに流されず己の道を選んだお前に男を感じた。やるだけやって何かを掴むまで、中途半端で投げ出すな、それまでは戻ってくるんじゃねえ。いやな、空の彼方に何があるのか。いやな、風に向かって逃げずに星を見つめて一人泣いた夜。ピアマ夢を追いかける男であれ。捨ててもやりたいことがあると、お前は俺に強く語った。周りの奴らに流されず己の道を選んだお前に男を感じた。やるだけやって何かを掴むまで、中途半端で投げ出すな、それまでは戻ってくるんじゃねえ。何があるのか、言えばだって秘密に進めよう。言えば星を見つめて一人泣いた夜。やるだけやって何かを奪って、中途半端で投げ出すな、それまでは戻ってくるんじゃねえ。ディアナ、空の彼方に何があるのか。泣いた夜、いや
とうございました。ありがとうございました。では今書かせていただいた声が掛け合う思いが絆を深める。だからこそこのハチドリ祭りから未来へ書かせていただきました。本当に3年ぶりに祭りが開催できて、そしてまたね、いろんなことが起きている中ですけれども、一人一人のこの思いが合わさることでどんなことも立ち向かっていけるんじゃないのかなと思いながら書かせていただきました。今日どうもありがとうございました。はい、でこう反対反対まだ考えてないから、はい、あ、そうだこの辺ちょっと隅ついてるんで足元気をつけてください。はい、こんな感じになりました。はい、こんな感じで書かせていただきました。ありがとうございます。僕ちょっと今日ブース出展もさせてもらってるんですけれども、今回このハチドリ祭りっていうのがやっぱり災害救援のそのお祭りということを伺っておりますので、何かできることないかなと思ってたんですけれども、この書かせてもらったやつをちょっとオークションに書かさせてもらって、この場にいらっしゃる方でオークションをして、でそのオークションで集まったお金をそのまま募金させていただけたらななんて思ってるんですけど、どうですかね。いいですかね。そんな感じでいいですかね。阿部さん、じゃあ僕がオークションを会うのもなんなんで、阿部さんお願いします。はい、これですね。はい、オークションで、この金額がですね、募金していただけるということで、じゃあこの祭り、後藤先生の書いていただいた祭りのこの書いくらから。1円から買います。1000円から1円スタートで。わかりました。先生1円。すごいですね。今の心境は。今の心境。いや2万で落ちちゃったいう感じです、ね。あ、そうなんですか。いや落ちると思わなかった。次の次ぐらいですか、順番。そうです。はい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 さあさあさあはいはいはいさあ何でしょうよいしょお祝いさせていただきます。これそうよ。こっちの有馬山、これそう
よいよこのコーナーよさこい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 こっちはえどこやはいはい姫路もえどこやそれ I love よさこいはいまたまたありますよせーのください。グッサンナトンです。さあ、やってきました、やってきました、やってきました。うおー、すごいすごいすごい。そりゃ、生きてるみんな誰だって悩みの一つもあるはずさ。お天道様がこっち見てる。いつだって気持ちはいつも晴れる。時々快晴。気持ちはいつも晴れる。時々快晴。世間に出てみりゃ誰だって嫌なやつ一人もいるはずさあいつもこいつもそいつもどいつも誰か見てるありがとうございますだって気持ちはいつも晴れ時々赤いせい気持ちはいつも晴れ時々赤いせいめっちゃ綺麗空を見たらグッドさんがこっち見てるいつだってはい
い気持ちはいつも晴れ、ドキドキ快晴、気持ちはいつも晴れ、正面ドキドキ快晴。やってました。いやすごいですね。え、今日なんと、あ、挨拶したかった。皆さん改めまして、こんにちは、こんにちは、盛り上がってますか。いいですね。今日はですね、日吉神社というところね、やってきたんですけども、ぐっさ今日ジープ、なんと今日のジープでね、今日は愛知県から、ずっとね、乗ってきたわけじゃないんですけどね、ないんかい、はい、この日吉神社から、車で1分のところに住んでおります。名前がぐっちゃんと申します。よろしくお願いします。あ、そう、ぐっちゃんなんですよ、すいません。あ、そうです、昼間水道工事をやってまして、ありがとうございます。水道工事をやっております。夜になったらモノマネタレントね、やったりするんですけどもね、昼も夜もなんと水商売というね、ありがとうございます。バカウケ、今日はですね、グッサンね、大好きなんで、グッサンのマネで登場したんですけども、普段からね、いろんなものまねが大好きで、いろんなことをやってるんですけども、そうですね、今日せっかく、ここ関西ね、播州に来たということで、そうですね、グッサンがぶらり途中下車の旅に出たらというネタを作ってきました。じゃあちょっとね、行ってみましょうか。こんなミュージックに乗せて行ってみましょう。お願いします。聞いたことありますか、これ。ぶらり途中下車の旅、さあやってきました、グッサンこと山口智光さんが、今日は兵庫県の加古川をぶらり、さあ一体どんな旅が待ってるんでしょう。加古川駅にやってきました。おじさん、今日電車どっか行くんですか。遊び行く、いいですね。きっと、まもなく三番線に15時30分発新快速京都方面舞原行きが12両で参ります。白色三角印1番から12番で2列に並んでお待ちください。列車が来た、来た、3番線来た、クーン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 、加古川、加古川、あ、どこちゃん、あ、ロケやってるんですよ。僕にですか、プレゼント、いいんですか。ありがとうございます。どうもありがとうございます。プレゼントいただきました、すいません。こんなロケ、今カメラマンさんこれ回ってるけど、こんなん大丈夫、ホイコールグッグッグッ、加古川めっちゃ美味しい。以上です。ありがとうございました。拍手どうでしょう。ありがとうございます。私の心は夏迷う、夢が覚め夜の中の長い、お元気ですよ、窓を閉じて呼びかけたまま、びっくりした、びっくりした、Shut up.
チャンスですよ。ありがとうございます。僕の近くに行ったら必ず1枚はお写真の方撮るようにしてくださいね。近くに行ったらお写真撮ってくださいね。阿部太蔵さん、ちゃんと撮ってくださいよ。お元気でしたか。京国ハチドリ祭りの、ねまあ、会場に先ほどもですね、まあ、先生方が、ね、来られたりですね、してましたけども、このゲストの方が今日はねご挨拶に、来てくれてました。なんとすごいですよ、ミスタープロレス天竜源一郎さんです。どうぞ。大事だったけどね、もう通過しました。以上、グッチャーショーでした。ありがとうございました。